見られたから恥ずかしい。お詫び。なでなでして、昔みたいに。何してるの？うん、分かった。私も探す。しばらく来られないって言ってたじゃない。困るのよね、アゲハがいないと自信持って作れないじゃない。
ごいでしょ。これが新生ソアリング部の活動拠点。私たちが再び空へと飛び立つ約束の場所よ。事実よ、いいじゃない。葵先輩に賛成です。サブイボ立ちます。いきなり四面楚歌。私そういうの好きです。
しばらく行動には気をつけて。トビオカの花を明かすためじゃなくて、飛ぶのが私たちの目的。そこ常に忘れないで。模型研究会にね、データ渡して作ってもらったの。やっぱ餅は餅屋ってやつでさ、ほらすごいでしょ。翼さんの微妙なしなりもきっちり作ってくれてるんだから。そしてこっちがこの模型で試せるミニチュア版風洞実験セット。これでとりあえずミニチュア版新型グライダーのいろいろなテストができるわ。私たちの計画のことならもちろん誰にもバラしてないって。その辺は私の手腕を褒めよたたえよ。模型犬にはデータだけで作らせたし、こっちのミニフードは物理犬に頼んだものよ。本当の目的は秘密にしてね。伊達に人脈を培ってませんって。私部長頑張って。小鳥先輩、名目上の長よりもその下の人間の方が有能かつ実務に長けているなんてよくある話。私が部長で会長なんだから。